こいつはごくありふれた街のごく当たり前の家族のごく平凡な生活ぶりを何気なく綴った心温まるヒューマンな物語。嘘じゃないよ。最後まで見てごらん。責任は持たないで。さあ、おつむのネジを緩めて。ライフォーイさあ、びついてるこの都会、僕のようだ。人の愛は何気なく終わりを迎え、幼い頃を思う優しさに飢えてた。あまりにも遠すぎた中の声、季節が雪を降らして、今夜君が僕に送った愛の花束、見といてね。こてつ兄の学校、意気がって歩いてくるのはタイガー軍団のリーダーたけし。こら、人の顔見て何吹き出してんだよ。キタブおーたけし。なんだこてつじゃねえか。大ニュースだぜ、こら見ろよ。なんだ。なんじゃこりゃ、地獄新聞だ。うんずまりぷー、コーナーにばらまくれてんぞ、たけし。キブー、今日で5日目だって。ははうんずまり、なぜじゃ。たけし号泣、刑務所から絶叫、便秘6日目続行中。ふざけんな。またですか。脱獄したのかよ、ふんずまりアパカ。でたらめだ。畜生、ぶん殴ってやる。のぞきやが。今日で6日目だな。きかねえ。たけしにすごく恨みを持つやつの犯行だな。行くぞ。おい、どうしたたけし。犯人が分かったのかよ。便所？実は突然うんこがしたくなったんだ。俺はこれからトイレに入るぞ。どうしたんですか、たけしくん。やりたかねえがボディチェックだ。カメラとかのな。俺は具体のおめえらも信じられなくなっちまったんだ。情けねえ。よし、全員パスだ。3人で入り口見張ってろ。トイレ内に誰も入れんなよ。はい、たけしくん。よし、大丈夫だ。第3号発行の日の翌日から、たけしくんは学校へ来なくなっちゃった。ねえ、
一週間だな。たけしのアホ、なんやかわいそうやな。たけしが来なくなって地獄新聞もパッタリと出なくなったな。たけし個人への恨み晴らし完了ってわけか。人間どこで恨み買ってるかわかんねえもんだな。たけしの次は誰が生贄なのか。お、ボールあった、それ。お、わっしゃい。あらららららら、おーい、大丈夫か。こてつ異常行動、あかねちゃんの笛を吹く、このバカ。やべえ、今度はこてつが標的だぜ。ピーヒャラトントン、ピーヒャラトントン、地獄の果てからやってきた。ピーヒャラトントン、ピーヒャラトントン、僕の名前は地獄くん。次の標的はあなたかもしれません。次は最終回。